台湾省潜売局台北分局は三階建ての建物であり、元日本統治時代には台湾総督府潜売局台北本町分局であり、国民政府に接収された後に解消された。当時は台北地区の省の酒、タバコなどの潜売業務を行っていた。二百二十八事件後も台北分局は台北地区の潜売事業を監督し、九百六十六年に 中山北路に移転するまでその業務に、当該地での業務を継続していた。1947年2月28日の、文局前の様子1947年2月27日、文局の外省人職員の風学ぶ通り、鳩と根、森哲夫、金延べす、長子県、流長の6名と、本省人警官4名が、台北市大東。 一体での闇タバコ取り締まりを行っていた。その南京に指示の天馬砂防で、林、高進による闇タバコ販売を摘発、林、高進の所有していた闇タバコ及び金銭を没収した。林、高進は家父である上に二次を抱えており、没収を免れようと捜査員に再三にわたりその返還を要求したが、捜査員の受け入れるところではなかった。その間に、 多くの群衆が現場に集まり、また捜査員と、林、こう進むの間で言語が通じないこともあり、林、こう進むは捜査員により、頭部を銃撃された。市民が銃撃されるのを目撃した群衆は激怒、捜査員を包囲した。風魔なぶ通りは威嚇発砲して、これに対応したが、発砲した銃弾が自宅下でこの様子を見ていた、新文系に命中、即死させてしまった。 この事態に民衆は警察庁放置事件関係者の処罰を求めたが満足な回答を得ることができなかった。翌2月28日、台北市内では労働者や商店のストライキが発生、多くの市民が専売局台北分局に集まり抗議活動を行った。潜培局では不測の事態に備えて多数の警官を配置し警備になっていたが、やがて両者は 衝突228事件が発生することとなった。現在は1986年に評価銀行の支店がここに移転し、現在でも台北文庫として使用されている。2016年に改築構想が浮上している。ありがとうございます。